さあ、それでは今回は、エジプト旅行の、ね、メインであるナイル川クルーズと、南エジプトの、遺跡を皆さんにご紹介しようと思います。ここはアスワンの空港ですね。ここから始まります。まず空港の近くにアスワンハイダムというダムがあるんですね。ローダムとハイダムで、ローダムは100年ぐらい前に作られたもの、ここは50年ぐらい前に作られたもので、これ実はイスラエルとの戦争で爆弾落とされてね、ちょっと壊れて警備は厳しいですけど、でこれダムができることによって、ナイル川がせき止められたんですね。これがナセル湖です。アフリカで2番目に大きな湖、ここにアブシンベル神殿も沈んでしまうっていうんで遺跡の移転があったんですね。さあ、ボートに乗ってだいたい15分ぐらい、アスワン湖の島に着くとこの遺跡です。イシス神殿になります。ですね、非常にこう保存がいいんですよ。見てお分かりの通りですけれども、この地区っていうのは、プトレマイオス朝時代の遺跡が多いです。プトレマイオス朝と2000年ちょっと前ですから、まあエジプトの遺跡では新しい方になるんですね。このイシス神殿、コモンボ神殿、エドフ神殿、三大プトレマイオス朝神殿っていうことになります。まあ、なおさらこう空が青いので余計この神殿が映えて見えるんですね。見てください、十字架ですよ。実はこれキリスト教徒が南エジプトに来て住んでたんですね。でこうやって古代の遺跡を削ってしまって自分の十字架を記す。さあ、ここは、ホルスのお母さんイシス。これ抱えられてるのがホルスで、お母さんイシスですね。これ、ローマ時代の遺跡なんですよ。だから、かなり新しい大きな遺跡です。でそこに見えるのが、アスワン湖と呼ばれる、湖。アスワンローダムによって作られた湖。さ、南エジプトにやってまいりました。場所はアスワンです。ここはね、実は島なんですよ。でアスワンダムというダムにせき止められて作られたアスワン湖、これは20世紀頭のものであって、ずいぶん古いものです。そこにフィラエ島という島があって、でその島の上にあった神殿なんですけど、実はそのフィラエ島は沈んでしまっています。なので近くの今ちょうど私がこの撮影している場所っていうのが、音と光のショーという、まあ、ライトアップのショーが、あるところですね。でこれはどこの遺跡もそうなんですけど、まあ、夜の8時ぐらいから、ライトアップをして、みんなに見てもらう。これちょうど今手前に、椅子があって、そこからこの後ろでこの部分がライトアップされて綺麗。ここだけじゃないですね、コモンボにもありますし、エドフにもあるんですね。ピラミッドにもありますね。まあ見る価値はありますけど、全部見る必要はないかなと思います、ね、そんなに古くはないです。ただ中見るとね、意外とこう傷ついてるところいくつかあって、でそれは実は後にここにキリスト教が来てですね、ここをキリスト教の教会にしちゃうんですね。そうするとレリーフとかを削ってしまうってことをよくやったってことになります。まあ、湖がすごい綺麗なのと、あとはやはりいつも天気がいいので、写真を撮ってもどこ撮ってもいいものしか見れないということです。さあ、香水瓶香水屋さんに来ます。この人すごいでしょ。まあ、昔から随分私も知り合いなんですけども、これ作ってもらったんですよ、私の独自のもの。これ高いですよ、多分1万円ぐらいすると思うんですけど、佐藤って書いてくれたんですけどね、この人日本に連れてきたいんですね。日本で商売させたらめちゃめちゃなんか儲かりそうな感じ。てかこれ実は香水瓶がですね、特別なガラスを使ってるんですよ。日本のものとは違います。エジプトの砂漠の砂を使ったものなんですね。でここは香水瓶だけではなくて香水も売っています。でエジプトの香水っていうのは何が珍しいかというと、アルコールが入ってないんですよ。だから肌荒れしない。クレオパトラとかネフェルタリとか、まあ、有名な、王妃もしくは女王が使っていたというふうに言われている香水が売られているものです。まあ、綺麗ですね。日本で買うと5倍ぐらいにします。さあ、それではクルーズ出発です。
アスワの町を出て、北へ向かうですね、北に下るっていう風に言った方がいいかもしれませんね。で、周りはもう何にもない、もう周りはほとんど砂漠状態です。だからこう夕日が綺麗に落ちるんですね。グッドタイミングだと、本当に空が真っ赤に染まる気がします。夜はもちろんわーっと星空、美しいです。さあ、ナイル川クルーズが動き出しました。アスワンからコムオンボ、エドフ、ルクソールと下流域に下っていきます。3泊3日になるんですね。で、ここは最初アスワンから3時間のところにあるコムオンボと呼ばれる神殿です。ちょうどね、夕方から夜にかけて着くので、ここのライトアップが綺麗なんですね。ここはワニの神様セベック神を祀っているところ。しかも新しい神殿なので綺麗に堀というやつが残っているのと、あとはここは実はサナトリウム、病院、ホスピタルにもなってました。そこら辺をガイドさんが説明してくれるんですね。中はかなり綺麗です、まあ、昼間来るよりも夕方から夜来た方がいいかもしれないですね。このコモンボ神殿のとこに博物館があって、このワニのミイラは意外とリアル。セベック神です、これ。さあ、そして次の朝、早いですよ。5時半ぐらいに、遺跡に出発するんですが、下船して歩いていけないんです、ここは。まあ、馬車に乗って10分ぐらい行くと、有名なエドフ神殿。おそらくエジプトの遺跡の中では最も保存がいいというふうに言われている遺跡に向かっています。大変ですよ。なんかカオス状態で、馬車に乗り降りする感じですね。ここもいつも天気がいいので、もうこの映像は誰でも撮れます。すごく大きいでしょ。これ実は半分ぐらい埋まってたんですね、発見された時。だローマのポンペイ状態で埋まってたところは綺麗に残ってるんですよ。で、今でも実は遺跡の上に住んでる人たちがいて、右の方なんですけど、だそういう意味ではまあある意味ラッキー保存されてる感じですね。で、ここはホルスを祀った神殿ですから、このハヤブサの石像がいっぱいあるんです。可愛いんですよね。私大好きです。お客さん連れていくと必ずここでみんなで写真撮りましょうって写真を撮るんですよ。で、実はまあ何体かあるんですけど、みんな壊れていて、今のところだけ壊れてないんです。皆さんあそこに集まって、で、中は、他の神殿と同じで、やっぱりキリスト教徒が来ちゃって焚き木を焚くんですね。そうすると炭が出て上が黒くなってしまう。さあ、これが有名な壁画です。ホルスが王になる、おじさんのセトと戦っている様子がずーっと刻まれていると思います。さあ、クルーズ船紹介しましょう。これクルーズの中なんですけど、クルーズ船というのは階級がいっぱいあっていろいろです。これ僕が乗った船は、割とランクが低い船ですけど、お客さん連れていくともうちょっとランクの高い船に乗るので、もう少し綺麗かな。はい、おはようございます。クルーズ開始2日目になります。昨日はね、アブシンベル行ってコモンボで、今朝ね、6時からエドフに行きました。エドフはホルス神殿、神様の中では王様の地位にいた、ハヤブサですね。お父さんがオシリス、お母さんはイシス。さあ、今どこに向かってるかというと、今ルクソールに向かってるんですが、まあ時間はかかります。6時間ぐらいかかりますけれども、その途中にレツナの水門っていうのがあって、
この水かさを調整するところなんで、そこを通ります。朝はいいですよ。夕方はね、夕日が綺麗でいいんですけど、朝もこういう感じでちょっとすがすがしい感じです。これお昼くらいになると26度くらいまで行っちゃうんですが、朝だとこのくらいだと11、2度くらいでちょうどいいぐらいですね。いいですよ。あまり長すぎるとね、6日とか7日だと飽きちゃうんですけど、3日くらいがちょうどいいかもしれません。これクルーズ船に乗ってる人に物を売りに来るんですよ。船乗れないので小舟でこう物を投げるんですね。買ってって言って物を渡してお金を袋に入れて返すという、ちょっと面白い商売。ただいまエスナという町に来ています。ここからだいたい2時間から3時間ぐらいでルクソールに到着する感じ。今はそこに橋みたいなのがあるでしょ。これ昼間に通るのもいいんですけど、夜の方のがなんかこう怖いというか、こう水がこう襲ってくるような感じに見えるんですね。船に乗っていると、ちょうどこの水門の部分を通るときっていうのが、今回のツアーはお昼時でした。逆から行くとだいたい夕方ぐらいから夜にかけて通ることも多いです。ここから水がね流れ出ないようにするということです。さあ、ここからルクソールへ向けて突っ走ります。意外と大きな街ですよね。さあ、ここからルクソールに向かっていく感じになります。3時間ぐらいですね。プールもあるんですよ。なかなか深いプールです。